はい、こんにちは。みちこがれです。毎度ご視聴ありがとうございます。今日はですね、手術の日でございます。何の手術かと言いますと、いびき、そして無呼吸症候群の手術の日でございます。我々おじさんになってきますと、いびきとかね、無呼吸症候群、結構あると思います。僕も今まで、まあ、CPAP、口に当てるやつね、空気を無理やり入れるやつね、いびきっていうのは、ベロが喉に落ちて気道を塞いで、まあもちろん狭くなるからいびきの元になったりとかね、すると思うんですけど、そういうのもやりました。でもこういうのつけて寝るって上でしか寝れないんで、仰向けでしか寝れないんで不便だったりとか、つけなきゃいけない、なんか鬱陶しい、いろいろありまして、やめちゃいました。でもやっぱりいびきうるさいんで、でもこういう、はい。絵に簡単にするとこんな感じになります。まず喉チンコあります。これ通常の状態ですね。で、それをレーザーで切ります。切って、ここをざっくりと切ります。なので、ここにあった喉チンコももちろんなくなるということになります。なので、気道が大きくなって空気が取り込みやすくなるという感じになります。筋肉を、まあ、こんだけの、キュッと、レーザー当てるとなんか縮むらしいんですよね。で、縮むことで気道を大きくする、という手術があります。で、これは保険適用外でございます。ということは高いです。で、あと、元に戻りますので、どれだっけな、半年に1回だっけ、1年に1回だっけ、もう1回、また、まあ、定期的にやらなきゃいけない。で、それが、まあ、ある程度何万円かすると。で、それを何万円かが定期的にずっと、なるということで、お金がもったいないと。ネット見てもね、あんまりやってる人がいないような気配は感じるんですが、それの一番の原因として、気道レーザーで切った後、まあ、切るわけじゃないですか。で、切った後2週間ぐらいすげえ痛えと、らしいんですよ。でもまあ根本治療なので、物理的に物をもう物理的に広げちゃうわけですから、もう、いびきとか無呼吸症候群の症状がかなり、良くなる、というのが約束されております。もちろん 100% では全然ないんですけど、それが、2割ぐらい軽減される人もいれば、6割ぐらい軽減、まあ、いろんな人いらっしゃると思うんですけど、みたいです。で、これがの一番いいところは保険が適用にされるということですね。無呼吸症候群の人っていうのは、私みたいにちょっと体格が良かったりですとか、する方が多いんで、喉を広げる、切る手術のオペだけだと、3万1000円です。で、これはもう決まりらしいです。なぜなら、この手術は保険適用なんですよ。お国が認めてるわけですよ。この治療のことをね。はい。なので、そこが一番おすすめですよね。3万1000円やれば、もう一生大丈夫なんですよ。まあ簡単に言うとね。喉の肉を取った部分は別に再生、生えてきませんので、まあ今よりは症状が軽くなる状態が、まあ永遠に続くと思っていただいて間違いはないと思います。で、病院の方にどれぐらい痛いんですかと、聞いたんです。そうしましたら、喉風邪、風邪で喉に症状が来る喉風邪ってあると思うんですけど、ひどい喉風邪の喉の状態が2週間続くと言われました。はい。もちろんあんまり痛くない人もいるらしいですし、まあまあオペでも何でもそうですけど、人によって軽い思いがあるんで、で、まあ、いかつい人だと、喉風邪のひどいのが、まあ、2週間ぐらい続くんじゃないかと、ぐらいって、言うように、どうも向こうでは教育されてるみたいです。例え話としてね。ということですね。で、もちろんその間は、まあ、お酒飲んだり、タバコを吸ったり、もできないらしいですし、もちろん喉が痛いので、物が食べにくくなったりとかします。なので、何の問題もない方、糖尿病だとか、僕みたいに別の症状がない場合は、まあ大体まあ初診して手術して、で後経過見ての3回ぐらい行く人が最短だと思います。はい。僕は今日でオペの日で3回目です。
だから術後があるんで絶対4回は行きますし、糖尿病の経過もあるんで、まあ、5回ぐらい6回ぐらいっていう風に行くとは思います。はい、で病院を選ぼうとなった時、保険適用なわけですから、あの航空外科なのかな、ちょっと、まあ、の科の種類は分かんないんですけど、変なし、どこの病院でもやってくれるんですよ、喉関係の科があるとこならね、うん、あのだから大きい病院が安全なような気はするんですけど、私はあえてちっちゃい病院を選びました。ちっちゃい病院っていうのは、まあ、規模がちっちゃいっていうのもありますけど、いわゆる専門病院ですね。で専門病院を選びました。で専門病院だとそればっかやってるんで、症例数がかなりあるので毎日やってるわけですからね、その先生は。なので慣れてるから、まあ、うまいであろう、早いであろう、万が一にも対応できるであろうと、いうふうに思いまして、それで行ってまいります。はい、戻ってまいりました。無呼吸症候群いびきの手術、レーザー切開手術をしてまいりました。所要時間は、麻酔込みでだいたい3時間でした。まあ、そこのクリニックはまず、まあ、液体状、まあ、ジェル状の、麻酔を口の中含んで、まあ、口の中をバカにさせると、オート反射って言って、指突っ込むとグエって吐きそうになるじゃないですか。その反射とかを抑えるための、麻酔を入れます。で、まあ何十分か、30分、40分含んでおいて、それから手術になりました。で、手術になると口開けて、切開部分に注射の麻酔を打ちます。はい。で、ジェル状の麻酔が効いてるので、その注射も、7、8ぐらい打つんですけど、最初はちょっと怖いんですけど、さすがに注射なんで、まあ別にそんな痛くないです。普通の注射ぐらいな感じです。はい。で、切開の方は全く痛くありませんでした。まあさすがにこの麻酔が効いてるのかもわかんないですけど、もうやってるのもわからないんで、匂いがしたんで、焼ける、あ、切り出したなっていうのがわかりました。で、オペとしては、もう12分ぐらいで終了しました。で、それで終わりです。で、一応、痛み止めがきついので、胃薬、抗生剤、あとはもっと、人によっては、痛みの段階が人によって違うんで、ものすごい痛かった場合のための座薬というのを処方されました。で、1週間後に、診察があります。という感じが今等の流れです。で、今は、麻酔が今どうでしょうね、多分切れてきてるんだと思うんですけど、だんだん痛くなってきて、普通に喉の風邪のぐらいの感じです。めちゃめちゃ痛いわけではないです。喉風邪で痛いなーっていうぐらいの感じですね。はい。で、まあなんか飲むにしてもやっぱちょっと飲みにくいと、まあ風邪と同じぐらいのレベルです。はい。なので今のところは特に何も怖いものはないし、保険が適用なので今のところはおすすめだと思います。でこれから経過を追って何日後でどれぐらい痛むかとかいうのを経過で、皆さんにお送りしていきたいと思っております。はい、どうも、これで今3ヶ月ぐらい経ったぐらいです。今もう全くもってもなんともないです。なんともないです。はい。で、先生がおっしゃってた通り、やっぱ一週間はきつかった。最初の頃、動画で、最初の頃、初日、オペした初日はそんなに痛くないかな、痛いけど痛くないかな、みたいな感じだったんですけど、二日目から、どんどん痛くなってきて、一週間は結構痛いです。結構痛いです。で、人に話しかけられるともう鬱陶しいぐらい。なんか話しかけられると、はい?とか、何?とか言わなきゃいけないのはもう億劫。
はい、で2週間経つと2週間であれ治り始めたかなみたいな感じになります。はい、でまあ一月ぐらいで良くなって、まあ二月三月と経って今は全然問題ないんですが、やっぱ支障がありまして、これは事前に説明を受けてるんですけど、物を食べると鼻の方に入っていきやすい、飲み物もそうなんですけど鼻の方に入っていきやすい、気管に入りやすい、むせやすい、っていうのが聞いてましたんで、まさに本当にその通りになりました。はい、であとは辛いもんが苦手になりました。喉にダイレクトに行くんで、今までだと壁があったんで良かったんですけど、壁を切っちゃったんで喉にダイレクトに行くんで、辛さを強みを感じるようになりました。まあ辛さを感じるということは味全般的に味覚がちょっと変わりました。だから食べ物って結構喉で食べてる、食ってるところが若干喉越しみたいなもんであると思うんですけど、で、そういうのがちょっと変わってしまったというか、もしかしたら正常な人はこれが普通なのかもしれないんですけど、私にとっては生まれて初めてこの状態にあるので、非常に違和感があります。で、食べづらいっちゃづらいです。でもまあ、まあ最初から言われてますし、まあまあこんなもんだったらまあまあいいかなっていう感じですね。はい。っていう感じで、いびきの方も、かなり収まったみたいです。で、無呼吸ももちろんなくなりましたし、ということなんで、まあ、短期的なレーザーを打つよりも、やっぱ切開でガサッと切っちゃった方が、長く持つ。その代わり、1週間、2週間、まともに喋ることができないっていうことが、かなり社会人としてはなかなか難しいかなと思ったりするところではあります。で、あとやっぱ1週間2週間は痛いです。痛いです。はい。座薬も1回入れました。痛いです。はい。で、喉に刺激を与えてはいけないので、食べるものはすべてうどんでした。うどんを温めて、まあ熱して、熱して、冷まして、ぬるぬるになって、で、それをすすって、みたいな食事をしておりました。ということで、1週間で10キロ痩せました。はい。まあ、暴飲暴食がモットーの私なんですけど、さすがに飯を食わないと、10キロ痩せてちょっとびっくりっていう感じですね。はい。ということで、まあ、いろいろ、まあ、今現状ね、やっぱむせたりとかね、その壁がある時と同じ状態での癖で食べちゃうんで、多分ね、普通の人よりも、すすって食べてたと思うんですよね、今まで。だから、すすると、すっぽーっと入ってくるんで、で、気管に入ったり、鼻に入りかけたりします。はい。で、あと、痰を吐けるように、に少しなりました。はい。今まではできなかったんですけど、っていうぐらいな感じですかね。はい。なんで、支障はそんなないです。なので、皆さんも、一回ね、一週間、二週間、まあ、軽い返事ぐらいで乗り切れるようなご職業の方は、一回やってみてはいかがでしょうか。僕はやってよかったと思ってます。なので、いびきがあるとね、本当にまあ、例えば皆さん家族がいらっしゃると思うんで、家族の方、同居の方、例えば誰かと旅行に行った場合、雑魚寝をした場合、僕フェリーとか好きなんで、雑魚寝とかあるじゃないですか。そういうのとか、なんかいろいろ考えなくて済むんで、寝ることに対して。すごいストレスがなくなったというか、良かったと思っております。はい。ということなんで、まあ、こんな動画上げてるやつなんてあんまいないと思うんですけど、まあもしよろしかったら、まあ中年の方、もしくは、まあ割とふくよかな方、この手術を、オペをやってみるのはいかがでしょうか。まあ総額5万円持ってれば大丈夫です。
という形になります。じゃあ以上になります。ありがとうございます。さよなら。ありがとうございます。VV。